ただそのね、野田聖子さん。野田聖子さんの政権、ひょっとしたら女性閣僚ばっかりになるかもしれんね。じゃあ野党文句言われへんかってめっちゃ言ったりしてね。しかも、野党の女性議員がもう目三角にした。しかも女子ばっかりの、まあその、クラス委員会みたいになった時にですね、機能するかな。一応女子っていうのはね、女帝制っていうか、その一人女王が得意なんですけどね。じゃあ今一人女王でしょ。で、前はまあ一人女王はまあ、ね、稲田さん。で、その後は、森さんやったんか。森まさかさんか。で、今一人女王は野田聖子さん。な、じゃあある立場をなくす人がいるのかな、と思っとこ。言い方によるからね。あ、もう一人おるけど、それはもう、なんていうか、ネズミ男と総裁されてるから。すでに総裁の地位でさ、夫婦で、夫婦総裁みたいな。あか、笑いすぎた顔かっこ悪。だから、野田聖子さんってね、うちよく再三名前出してる、その橋本庄司、どう言ったらいいの、衛星関西議員の衛生名誉会長かな、ね。まあ要するに最高位まで行ったんですよ。ね、ただ、お若い頃はね、博打をかけ子、なんか下町のね、かけ子出身やねんって。要するに、ね、長椅子で、じいさんたちに揉んで揉まれて、揉みに揉まれて。かけ子の天才。バクチコの天才。天才少年とそういう意味なの、あの世界では。ちっちゃい頃からなんか、金持っとんねん。じいさんたちがつき始めて、だん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 勝てるようになってきて。そういうの天才少年ってね、あの世界では。で、橋本庄司さんの、その、奥さんの妹さんやねん、野田聖子さんって。で、野田の人やで。野田って、まあ、野田阪神じゃなくて、あれかな、東野田なのかな。だから、河内の方、河内というか、京橋の方ね、大阪の。あの辺の野田の人やで。ね。だから、野田阪神じゃなくて、まあ、野田系なんていうかね、杉野とかね、あの辺の人やで。で、まあ、橋本先生もあの辺の人。で、結局、その、お若い頃、っていうか、橋本先生のね、お住まいやったマンションで、お会いしたことあるよ、野田聖子さん。まだその時はね、どんな議員にもなってなかったけど、OL やったかな。で、ただ、中曽根塾っていうのがあってん。で、小池百合子さんも実は中曽根塾出身のはずや。で、またあるのかな、そういうところな。野田聖子さんも中曽根塾出身。中曽根元首相がね。で、中曽根元首相の名参謀が、古谷啓二さん。実はなんか、中曽根派って今ないけど、ものすごい影響力ある人だったよね。安倍元総理かって、事実上も中曽根派って言うべきの人やねんで。まあ、何派ってもないけどね。安倍さんの場合ね、何派って定義しないけどね、あんまり。いまいちか。意外と、いまいち。